半導体関連の人材育成あるいは研究に九州大学としても率先して臨みたいというふうに考えています。今日の定例会見で九州大学の石橋総長はこのように述べ、世界的な半導体メーカーである台湾の TSMC と今月1日付で包括連携の覚書を締結したと発表しました。 TSMC は日本で初めて熊本県菊陽町に工場を建設し、今年2月から生産を始めていて、今回の覚書は半導体分野の研究と人材育成を協力して進めるものです。具体的には今月から TSMC の技術者による講義を行っていて、九州内の8つの大学にも配信されます。またインターンシップとして学生を1ヶ月程度 TSMC の台湾本社に派遣する計画です。今後は共同研究も予定しているということで、九州大学は半導体分野でトップの人材を年間30人程度育成したいとしています。